おはようございます。キューピー3分クッキング。はい。久保さん、やりきりました。今日ね、もう、元年しましたね。あの、5時間かな、4時間か5時間ですね、ぶっ通して動画撮ってたんですけど、あの、アンケート撮ってまして、で、アンケート40人ぐらいいたかな。もう、全部ずーっとね、一人一人ね動画撮ってたんですけど、 あ一気にやるのはしんどいっすね。<laughs> もうやりきったっていうね。もう、よ、あの、これやらないと寝れねえぞっつって。終わったのが多分4時ぐらいだった思うんですけど。まあだからなんだろうな。あのー、まあ今回の動画のまとめなんですけど、なんか今年から、あ、来年からはとかね。あるじゃないですか。明日からとかね。多分ね、あの、なんか、 イジの班長の言葉も、班長の言葉は何でしたっけなんか今日をやりきったものしか来ないみたいなね、なんか言葉、班長の言葉あると思うんですけど、まあ全部をね、それやっちゃうと、うん、結構しんどいと思うんですけど、ただその回数は増やしていかないといけないですよね。今日やり切るっていう回数をできるだけ増やす。人間なんで甘える部分もあるし、ガス抜きも必要だし、休憩も必要だろうし、ただ、 人生を変えたいとか収入を上げたいとか売り上げ立てたいんであるならばなんだろうなここぞっていう時は絶対あるしそこは踏ん張らないといけないしだ僕で言うならばまあ年末ね最後ドリア化のセールスするためにえアンケート取ってまず無料ですよねでそれ一人一人に送るっていうのこれもう毎年やってますけどまあそれやりきるっていうまあ大変なんですけどねめちゃくちゃ大変でなんだろうな結構いつも まあそのアンケートね、たくさんもらえるのは嬉しい反面、これ個別動画、大変だな、みたいな <laughs>。でもそれをやっぱあ、日々、なんだ、やり、日々というか、ここぞという時にやりきるっていうのが、まあ、マストで大事だし、まあ回数をこなせってことですね、そのやりきる数を、まあ結局数ですね。<laughs> 多分ねその差だと思うんですよね今日やりきったかっていう数の差があ人生の差収入の差な何かの差を生み出すんじゃないかなと僕は思いますけどねだから多分明日からやろうとかね来年からはって言ってる人はずっと明日から来年からはっていう全部結局今日やらず後回しにするっていう結果で終わるっていうことですねいってらっしゃい